タリストの今堀義明です。京都でバンド活動したり作曲をしたり、ギター教室や、バックステージパスを運営しています。今日はですね、75年製のフェンダーテレキャスターを、弾いていきたいと思います。はい、こちらになります。はい、ナチュラルの、すごいかっこいい、これぞテレという感じの見た目ですけども、まずヘッドが、こんな感じですね。フェンダー、まあもちろんフェンダー、こんな感じでメイプルネックで、ね、ブラックのピックガードに後ろこんな感じです。まあ、アッシュですかね、木目すごい綺麗です。はい、という感じで、弾いていきたいと思います。で、アンプは、プロリバーブですね、64年、7年製のフェンダープロリバーブに、まずはクリーンで鳴らしますけども、一応ねペダルもつないでます。まずです、歪みがこれクレイ・ジョーンズのオーバードライブですね。はい、で、2個目のペダルがこのこだまというアンドケイラボの、ディレイになってます。で、ルーパー、まあルーパーちょっと使うかどうかわからないですけども、一応つないでます。はい、という感じでアンプ、オンしました。では、リアからいきましょうか。リアからいきます。いつものように弾いていきたいと思います。
ンダーっていう感じのサウンドしますね。じゃあちょっと歪み入れてみましょうかね。
しょうか。75年のテレキャスターです。はい、非常にね、まあやっぱフェンダーらしいサウンド、してましたね。はい、またあのコメント欄に感想とか書いてもらえると嬉しいです。あとね、ぜひいいねボタンと、チャンネル登録、よろしくお願いします。では最後に、僕のオリジナル曲なんですけども、一番ね最近発売した新しい最新アルバムの、これね僕のアルバムあるんですけど、これの、ムーンライトっていう曲をやりたいと思います。でこのね CD もし、持っている方はですね、この盤面のQR コード読み取ってもらうと、今から、かけるマイナスワントラックなんですけども、それも入ってますんで、ぜひね持ってる方はそれ聞いて一緒に弾いてみたりしてみてください。では、ムーンライトお聴きください。